おはようございます。2022年3月14日月曜日の朝です。今日の体重は 63.05 でした。体脂肪率は 36.4% です。おはよう札幌、今は2度です。でも日中は6度くらいまでなるそうです。ポカポカですね。いや、今日はやっと美容室行けますよ。ああ、じゃあ準備して行っていきたいと思います。今日の朝ごはんです。今日はカレイの煮付け、おから、これは水菜と切り干し大根とツナのサラダ、きゅうりの浅漬け、小松菜とお揚げのおつゆ、あとはスパイスです。リンゴ食べます。ちょっとですね、札幌市内運転するの緊張しますけど、安全運転で行ってきたいと思います。なんとか無事に到着できました。よし、行ってこいよ。今日もあずあずよろしくお願いします。じゃあまずは今すごいことになってるこの白髪おばさん通り越して白髪お化けになってる今の現状をご覧ください。現在のビフォー、ここが私の一番気に入らないところの生え際白髪お化けです。できた、完成、新色白髪なくなったラベンダー新色ね。素敵、春らしい装いになりました。ありがとう。染まりましたよ。すごいいい色にしてもらいました。これから帰ります。今日のお昼ご飯です。今日はカキフライ、キャベツの千切りとレタス、大根の梅干しの和え物、大豆の煮豆、あとはご飯です。今日の夜ご飯です。今日はキャベツオムレツ、中身はキャベツのみのオムレツと、あとはおぼろ豆腐の冷ややっこ、それとこれは脳のゴミを取るスープ、中はトマト、すりごま、エビシーチキン、わかめ、大豆が入ってます。食べます。これは荒こき父の意識高い系筋トレマニア風の道具なんですけども、私はちょっとこれをもらったので、これでこれからちょっと筋トレ教えてもらいながらやってみようと思います。終わりました。今日はもう髪色をですね変えてもらって、めちゃめちゃなんか痩せたい気持ちに拍車がかかりましたよ。なんかやっぱりもっと綺麗になりたいなとかって思ったりしちゃいました。本当にでもいいですね、すごい綺麗な色にしてくれました。ちょっと今運動したので縛っちゃったんですけど、なんか新色が入ったのでっていうことで、すっごい素敵な感じにしてもらいました。やっぱりなんか気持ち変わりますね。でなんか美容室に行くとですね、みんな素敵なので、私も素敵になりたいなとか思う思っちゃったぐらいにしてですね、もう痩せよう痩せよう頑張って痩せようって、もう今までもうさらに輪をかけて思う感じになりました。でですね、今日今あのうちの父親のですねお部屋なんですけど、ちょっとダンベル運動ですねやりましたね。もう本当ああいう重たいものを持つっていうこと自体があんまり好きじゃなくって、あんまり好きじゃないですか、苦手なんですよね。でも、もうこの辺とかプルプルしてるけど、私ダンベルってなんか腕の力だけ鍛えるものなのかなって勝手に思ってたんですけど、す
ごい、もう背中なんか特に今すごいです。もうすでにですね、この背中のこことか結構ですね、来てますよ。もうすでに明日かなり筋肉痛になるんじゃないかな。うん、だからちょっとうちに余ってた、こんな重たいのは絶対持てないけど、余ってた、さっき使ってたダンベル、あれもらったんですよ。なので普段の運動にですね、まあ、できる時には負荷をかけて筋トレするような感じでですね、ちょっと取り入れていこうかなって思いました。やっぱり筋肉つけてですね、基礎代謝上げないと、うん、なんかリバウンドもしますしね、痩せませんから、もう目標もありますし、ちょっと本当に今月は気合を入れて頑張ろう、苦手なことも苦手苦手って言わないでちゃんとやろうって今思ってるところです。はい、そんな感じでですね、今日はもうすっごいさっきの筋トレダンベル運動でかなり疲れちゃったので、今日も早めに寝ちゃいたいと思います。いつも最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。